太古の北部九州へようこそこれから皆さんを大昔の北部九州へご案内いたします。正面にあるジオラマはおよそ3億年前の北部九州の海の中の様子を復元したものです。当時の北部九州はサンゴ礁が育つ暖かい海に浮かぶ島々として存在していました。これらサンゴ礁の生き物が 北九州市小倉南区に広がるカルスト台地の平尾台の石灰岩を作ったと考えられています次にお進みください次はおよそ1億3000万年前の北部九州にあった ワキノコと呼ばれる湖の世界にご案内いたしますコンピューターグラフィックスで忠実に復元された魚を見ていただきます3つのシーンとその解説がありますなお復元のもとになった魚の化石は1階のリサーチゾーンに展示していますのでぜひご覧ください 北九州市内の中世代白亜紀の地層から発見されている化石から、ドーバル層、タカツオ層、ガモウ層、クマガイ層の4つの地層に対応する時代があったことがわかっています。このうち、ドーバル層、ガモウ層、クマガイ層の3つの地層から、それぞれ異なる魚の化石が発見されています。 ここでは、これらの地層の移り変わりを繰り返しご覧いただけます。およそ一億三千万年前、ドーバル層の時代です。群れをなして泳ぐ魚は、アロワナの仲間で、五種類が住んでいました。大きな茶色の魚は、肉食の日本アミヤです。 背中の青い魚は中春イクチス。大きな赤と青の魚はレピドーテスです。やがて火山活動が活発になりほとんどの生き物が絶滅しました。 およそ一億三千万年前、ガモウソウの時代です。銀色の小さい魚の群れは、脇のイクチスです。右手の群れは、パラレプトレピスです。それぞれ二種類が知られています。この時代にも、背中の青い中春イクチスが生息していました。 The third scene is from the age of the Kumagai Formation, dating back approximately 130 million years. The fish in large shoals are Diplomistus, a kind of herring. At least four species of Diplomistus lived in the lake. Wakino ichthys, which lived in the age of the Gamo Formation, lived in this age as well. The red fish are Yukon Ichthys which fed on small fish Chushu Ictis, with the blue back lived in this age as well. 次にお進みください。さいこれはイグアノドンの子供の死体です。ほとんど骨や歯だけになっています。この骨や歯も次第に風化していきます。このような骨や歯のうち、 特別な条件を満たしたものだけが化石となります。次にお進みください。右手の壁をご覧ください。スカラップというホタテ貝のような鱗模様がたくさんあります。かつてここを流れていた地下水によって石灰岩が溶かされてできたものです。次にお進みください。 イグアノドンが巣を作って卵を守っています。いくつかの卵が飼るところです。巣は土を掘って、シダ類などの植物を重ね、クッションにしています。また、この植物が発酵して卵を温めるのに役立っています。次にお進みください。 琥珀は樹木から出た樹脂が化石となったものです。昆虫などが粘着力のある樹脂にくっついてそのまま封じ込められることがあります。目の前の木の幹から流れている樹脂に雲がくっつきかけています。藪の中にはゴキブリやバッタ、カゲロウの仲間がいます。次にお進みください。 プシッタコサウルスの親子が寝ています子供のプシッタコサウルスは夢を見ているのかもしれません東アジアの白亜紀前期の代表的な恐竜の一つがプシッタコサウルスです頬の横が突き出しているのが特徴です次にお進みくださいここはおよそ1億3000万年前の北部九州を復元しています 当時の気候は乾燥していたので多くの土地は草原になっていました皆さんが立っている場所は石灰岩地帯の丘ですが湧き水があるため樹木やシダ類が茂っています遠くには湖や草原火山が見えます当時の東アジアにいたと考えられる恐竜や生き物たちがいます 首の長いマメンチサウルスが植物を見つけて食べようとしていますマメンチサウルスの右側の岩の上にはミクロラプトルもいます遠くではベロキラプトルが獲物を探しています岩の上では翼竜のズンガリプテルスが翼を休め脇のサトウリが威嚇していますここにいる恐竜や翼竜は 当時の東アジアにいた種類です脇のサトウリは福岡県宮若市の戦国郷で化石が発見されました左手の恐竜はベロキラプトルです後ろにはシダ類やソテツの仲間などが生い茂っています周辺にはカエルやトカゲ、ネズミのような哺乳類トンボの仲間など多くの小さな生き物が住んでいます 右手にはディロングもいますディロングの近くの木には甲子鳥が止まっています水たまりにイグアノドンの子供たちが水を飲みに来ています横の樹木の間ではベロキラプトルが狙っています水たまりの周りにはトクサの仲間などの水辺の植物が生えカメや小型のワニが体を休めています 次にお進みください。恐竜たちが絶滅した後の北部九州の様子を描いた復元画です。今からおよそ4000万年前の大森林の時代、およそ3000万年前の海の時代、およそ3万年から16000年前の人類の時代です。これで復元ゾーンは終了いたしました。 ご覧いただきありがとうございました。階段をお下りください。階段をお下りると、今までご覧いただいた復元ゾーンの制作過程や、資料となった化石などを展示・解説したリサーチゾーンがございますので、ぜひご覧ください。